マーク8にはダグラスエアクラフト社が開発した航空機搭載爆弾。アメリカ軍が正式化しているマーク80シリーズの低抵抗通常爆弾としては2番目に小さく重量500ポンドクラスのモデルとなる。単体で無誘導爆弾として投下することもできるが GPS 誘導の J デムキットなどを装着することで誘導爆弾としても用いることができる。 カリフォルニアの無偶に配備される B-2 スピリットが太平洋においてマーク82の投下訓練を行っている様子現在運用されている通常の500ポンド爆弾としては最小であり世界で最も一般的な空中投下型の兵器であるマーク82の重量は500ポンドとされているが実際には その派生型の形態によって510から570ポンドまでの幅があると考えられる。この爆弾は流線型の金属ケースに192ポンドのトリトナール打火性能作薬が封入されている。マーク82は単体で無誘導爆弾として投下することもできるが目的に応じて安定翼や減速装置、新艦や各種の誘導キットを装着することで 誘導爆弾としても用いることができる。使用される主な誘導爆弾化キットと装着後の誘導爆弾としての名称は下記の通りとなる。1967年に発生した空母フォレスタルの火災事故は搭載爆弾に対する安全性への警鐘を鳴らした。これをきっかけにアメリカ海軍の兵器システム爆発物安全評価委員会は 爆弾の試験を行い、そのテストレポートによれば、マーク82の加熱による早期爆破までの時間は、およそ2分20秒ほどであるとされた。配備され、実戦投入されたケースとしては、4500発以上もの、グブマイナス12ペーブー A2 が、湾岸戦争において、イラクに投下された。低空侵入爆撃において、投下器が、 自分の投下した爆弾による爆風や破片効果で損傷を被るのは容易に起こり得る。なぜなら航空機と爆弾が目標付近に同時に到達するからである。戦闘においてはマーク82通常爆弾はビブに工程コーフィンを装備することができる。これはその形状からスネークアイと呼ばれる。ビブ原則ユニット装備のマーク82。 この写真の爆弾は、通常作戦時の塗装が施され、新刊が未装着状態であるミュージアムディスプレイマーク82。この写真も、同様に展示目的で抵抗度爆撃用の、高抵抗フィンスネークアイを装備し、投下時の様子が再現されている。このビブユニットは、投下前には4枚のフィンが十字に細く、折りたたまれており、投下時にバネによって展開される。 この開かれたフィンが効力を増大させて、爆弾の速度を落とし、10日募が十分に目標から離れるまでの時間を確保した後、着弾する。マーク82ゼネラルパーパスボム。フェデレーション・オブ・アメリカン・サイエンティスツ。2011年9月12日、閲覧。フリードマン、ノーマン、ザ・ネイバル・インスティチュート、ガイドツ・ワールド・ネイバル・ウェポンズ・システムズ。 1997から1998、ネーバルインスティチュートプレス、P249、ISBN 9長7815億5750万2681。http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID イコール L ヤンムティジー塾ピコグラムイコール PA 249、ボムズコンポーネンツ。 www.ordnance.org.gpb.htm.2011 年9月12日閲覧 A.B. ブルマイマス 111B. フェデレーションオブアメリカンサイエンティスツ2011年9月12日閲覧チャイナレイクネーバルウォーフェアセンター w w w c h i n a l a k e a l u m n i o r g 2 0 1 1年9月12日閲覧。エキプメントリスティング。www.designation-sistems.net、e。2011年9月12日閲覧。リトルバンピー38、アビエーションウィークアンド スペーステクノロジージャニュアリー29-2007ハットジェンキンスデニス RB-1 ランサーザモーストコンプリケーティッドワープレーンエバーデベロップと、P159 ニューヨークマグロー1999 ISBN 0から07から134694から5ありがとうございます